Okay, the first thing, 空港に向かう3時間ぐらい前にシャワーを浴びとくのね。で、飛行機でさ、長時間のフライトだと、なんか髪の毛がベタつきやすくなるから、3時間ぐらい前に洗って、で、メイクをし始めます。一番最初に超大事なのが唇の保湿なんだけど、もう飛行機乗ると一番最初に唇がカピカピになるのね。だから私はこのバセリンを使います。保湿をかなりしっかりしてます。化粧水をコットンで、パッティングして、それを2回ぐらい繰り返して、美容液とクリームを塗った状態で、もうこうやって触ると結構もっちりした感じで、 BB クリームを塗っていきます。オバジシーのセラムファンデーションです。こうやって塗って、飛行機の中で、メイクを落とすから、あまり多めにせずに、本当に薄くだけ。カネボーのメディアコンシーラーを気になるところに、この BB クリームと少し混ぜて、で、Under my eyes。 次はアイブロウです。ケイトのアイブロウペンシルを使っていきます。これで軽く、足していく感じで、なんかパスポートの自分と違いすぎて、こう二度見されたことがあるから、その時から化粧をね、結構フレッシュ気味に、ナチュラル気味にするように心がけてます。 Just like this。 次はレアナニの BB フェイスパウダーで、セッティングしていきます。このブラシで Just set, set. 目の下と、主にテカる場所、鼻の T ゾーンで、顎ちょっとだけ。そしたらアイライナーなんだけど、ヒロインメイクのインパクトリクイッドアイライナーって言って、すっごくウォータープルーフな、こすってもあんまり落ちにくい、アイライナーを使っていきます。 Just a little bit。 次はセザンヌのフェイスコントロールカラーを使って、少しだけ、顔に影を作ってあげます。血色をよく見せるためにチークを塗っていくんだけど、マックのラブジョイっていう、少しブロン、少し、ピンクっぽいブロンズをのせていきます。最後にレブロンのリップをのせていくんだけど、これもフレッシュにナチュラルに見えるように、ベージュっていうよりも結構オレンジなんだけど、これを塗っていきます。こうやってこんな感じで空港に行くメイクはおしまいです。髪の毛はこのあと乾かすんだけど、乾かしてからいつも飛行機に空港に向かう時にするのは三つ編みにしちゃうのね。三つ編みにして、こうこっちに流して、で、飛行機から降りるぐらいの時に三つ編みをほどくと程よいウェーブができて、それが結構好きだからそうやってやってます。このメイクをして空港に行くじゃん。それで飛行機の中で落とすのね。でも機内ってさ、持っていける液体の容量が決まってて、1リットル以上は持っていけないっていうことになってるので、しかもこういう小さめのジップロックの中に入っていなきゃいけないのね。私がいつもよくやるのは、フォーカス、イエス、化粧落とし、メイク落としを、こういうコットン4つをこのジップロック、ちっちゃいジップロックに入れて、ビオデルマをこの中に入れます。多めに入れて、でピッてこう空気抜いてチャック閉まっちゃう。5時間以上のフライトとかは結構肌も疲れちゃうし、なんかでも違うの、こんな触ってみたら違う感じがするの。だからちょっと贅沢をして、私がよく持っていく SK-II のフェイシャルトリートメントマスク、これをバーってして、もう全然
ね、他の人に変な風に見られても関係ない。 I need to treat my skin。 飛行機に乗った時ぐらい自分の肌いつもよりもちょっと贅沢させてあげるのがいいと思ったので、いつもこれを持ってってます。着陸する1時間ぐらい前に化粧をやり始めるんだけど、その時に、こういうショップでもらったサンプルの子たちを使っていきます。でこれで保湿をちゃんとしてから、さっきしたメイクを、同じメイクを飛行機の中でします。これをアップしてる頃には私はもうハワイに帰ってると思うんだけど、もしかしたら多分っていうか確実に肌の色がもう3トーンぐらい黒くなってると思うので、ぜひお楽しみに、ね、パッキングまだ終わってないからちょっと早くやってから行こうと思います。 Thank you for watching and don't forget to subscribe。 チャンネル登録とインスタグラムやってたらぜひぜひアドしてください。ここにインスタグラムを貼っておくので。 OK until next time bye bye。1時間ぐらい前、着陸する1時間。